六レース一着になりました。伊藤アサヒ選手です。こうスタート、おめでとうございます。ありがとうございます。細切れ戦のレースでした。まずはここ。吉田選手が切ってから、打者からホームにかけて、伊藤選手の動きも注目されました。そうですね。まあ、六番車前に取ったんで、六番車のが。まあ、うちに粘ってきた一回切って、まあ、とうと思ったら引いてくれたんで。まあ、落ち着いて戦いました。 2コーナーからの仕掛けでした、踏み出した感触はいかがでしたかそうですね、まあ、ホームで6番が行ったのをめがけて、自分も追っかけた感じだったんで、まあ、ちょっと中2日で疲れはあるんですけど、まあ、踏めたかなと思いますここに立っていらして、そしてレース中もこのコンディションというのは、どう感じましたかそうですね、まあ、前回の疲労も残っているので、もう本当、ケアして、疲労抜くだけかなと思います。 その前場所というところを川崎記念でしたけれども近況をかなり積極的にレース運んでますねそうですねまあ最近はそこを心がけて走るようにしますでは明日の走りも楽しみですファンの皆さんに一言お願いします、えー、明日はしっかりラインで決めれるよう頑張ります応援よろしくお願いします伊藤旭選手でしたありがとうございました